さあやってままいりましたよ2024年もこの話がこの話をすると批判と誹謗中傷と、うんえー、文句を言われるっていうね、えー、覚悟はええ正直おいでですよね、うん、やっていかないといけないなと思っておりますけれどもうんはいえー、そうです高橋周平選手のお話をさせていただきたいなと思っておりますえー、昨日ですね プロ野球2024年の、えー、シーズン4シリーズもね、終わりまして、まあ、全ての日程をね、消化したというところで、また、あ、はプレミアね、が残っておりますけれども、まあそれ以外の NPB の試合はね、終わったというところでございます。まあ終わったらね、続々と情報が流れてくるプロ野球の世界でございますけれども、まあよくマスコミのね、人はね、それまで、えー、情報を隠し持って、 で、その瞬間にバーって流すなっていうのはね、まあいつもいつも感銘を受ける、えー、ところでございますけれども、うん。えー、なんとですね、横浜 DNA ベイスターズが日本一になりまして、高橋周平選手を FA で獲得調査かというね、えー、記事がございまして、まあ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 ね、うん。えー、ライデル投手はね、うん、わかるんですよ。うん。 かまあ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 ね。えー、まあ宮崎選手の、まあ、休憩中だったりとか、まあ宮崎選手もね、まあ、36歳ということもあってですね、まあ、その中間を埋めるためのね、高橋周平なのかっていうふうに言われておりましたけれども、まあそのことにね、えー、関して、まあ、横浜に移籍するか、せえへんかっていう話は別にしてですね、まあ、高橋周平選手の今後、まあ実際この選手が、もうどういうふうに、 していったら、ええー、ええんかなっていうのをね。まあ、そのファンとしての目線でね、見てたときに、どう思うかっていうね、話をね、させてもらいたいなと思っております。はい。ちょっと前置き長くなってしまいましたけれども。で、まあ、高橋周選手ね、2011年のドラフトね、1位、まあ、3球団強豪のドラフトで入ってきまして、もう今年がね、えー、13年目ですかね。うん、になりまして、まあ、時が経つのはね、ほんま早いなっていうふうに思いますけれども、13年っていうのはですね、 え、まあ小学校が、1年生ね、入ると、高校卒業する、までもですね、12年間というところで、まあそれを過ぎるぐらいのね、年月が流れたらと思うと、ほんまにね、月入れが流れるのは早いなっていうふうに思いますけれども、まあそのまま僕も年を取ったということでございますよ。まあ結論から申し上げると、僕は、高橋修平選手はね、このベイスターズが、まぁ、FA でね、獲得調査、 して金額提示して納得できる金額でまあ納得できる金額でも何でもいいんですけどまあ僕はまあこれにねえまあいろいろとねまあ僕高橋周平選手に関してもいろいろと言ってきましたからまあ暗黒選手だとかうんえこの選手がいるからドラゴンズは勝てないんだとかまあ言ってきましてまあ,まあ数々のねえ批判をえ受けてきましたけれども。 まあ本当にね、えっと、えー、成績と数字、ね、ええー、皆さんな好きでしょうん、成績と数字ね。見たときに、まあ、2018年から2020年っていうのが、高橋周平選手の、まあ、選手としてのね、これがピークやと、うん、いうふうに考えたとしたらですよ、そこから、2021年からね、今年まで21、21,22,23,24、4年間、 結結果果出してなないわけですよよ思うようなね結果を僕らが求めてる高橋周平選手に求めてる結果っていうのを出してないというところでねまあドラフトで、ね、えー、っとまあ1位の選手で、まあ、高橋周平っていうまあその選手のねこのネーミングと、まあ、ブランドっていうのはまあほんま申し分のない選手であってまあ今年もね、えー、開幕戦の時に一番完成でかかった選手ですから。<laughs> 高橋周平選手が、まあ、4番あの時ね、え中、ー、田翔選手のあの期待とか、ま、いろいろありましたけど、まあ、その歓声を押しのけて高橋周平が、歓声が一番でかかった。まあ、ということはファンからの期待が一番大きいということですよ。まあ、もう13年目を迎える選手でございますけれども、いつまでもね、いつまでもファンの中でキーマンであり、高橋周平がやれば、高橋周平がやればっていうね、えー、いつまでもね、ルーキーのようなわなざしで見てもらえる、え選手で、 ございます。けれども、まあほんまそれだけ期待されてる選手ということですよ。まあ、でも僕はこの10年間をやっぱり見てて、このドラゴンズの低迷してる。原因の一つに高橋周平選手のスタメン定着っていうのがなかったのが主な原因やと思ってます。結局ね、と2018年からまあ、森重和監督がね。えー 高橋恵選手を、まあ、セカンドで、開幕でね、レギュラーで起用しました。で、まあ、あの時からね、えー、僕はまあ、あの時はま、亀沢選手の方が良かったんちゃうかなっていうふうに思ってましたけど、まあ、それぐらいね、やっぱこの選手を起用していかなあかんっていう球団の方針やったんでしょうね。まあ、だからね、えっと、高橋恵選手を起用してっていうふうな、えー、ところでやってたんと思うんですけれども、まあ、18年も、いや、一応キャリーハイじゃないですか。ホームラン打点もね。で、まあ、19年もね、あの、途中まで良かったんですよ。ベースをね。 一塁ベースに比例する時に指を骨折するまでチーム状態も良かったんですよで2020年はほぼほぼフルでやったでしょほんであれで3位になったでしょまああの時の3位を僕は、まあ、A クラスっていう風には思ってはないですけどまあでも数字と成績で見たら3位ですからでその中で高橋周平がしっかりやってたシーズンなんですよ19年も20年もね、まあ、19年は高橋周平選手がおらんくなってからどんどん潰れていったんですよ だからそういうふうに考えたら、やっぱり高橋周平って、このドラゴンズの、この10年間の中のやっぱキーマンってなったと思うんですよ。森野選手が来なくなってね。でさあんまあ誰打つねんってなった時に、もう周平行けやんって、もうそういうふうな選手やったじゃないですか。まあだから、高橋周平選手がやってればね、えー、ほんまにこのチーム状況っていうのは全然変わってたと思います。まあ皆さんがね、おっしゃる通り、えー、中田翔選手をね、加入させなくても良かったようなところになってると思います。ほんで、ビシエド選手をね、 えー、対談させてしまったっていう風な形になっておりますけれどもまあもうこれはねやっぱしょうがないですからまあ来るものもあればまあ去るものもあるっていうところで高橋周平選手がしっかりとやってればビシエド選手と共に、まあ、優勝はどうやったか分かんないですよでもそれぐらいいけるチームになってたと思いますよビシエドと共に優勝したかったとかまあそんなねほんまにそのシーズンビシエド選手を 10年間、ほんまにお前ら見てきたんかと、うん、僕は思いましたけど、なんか言葉に流されて、SNS に流されて、言うてる奴らばっかりちゃうんと、まあ今でも思ってますけど、まあそれぐらい、この10年間、高橋周平が、キーマンやキーマンやキーマンやと、言い続けられた年でございましたよ。歌ってもらまあでもね、冒頭にも申し上げましたけれども、もはっきり言って、もうドラゴンズでは、僕はもう厳しいと思ってます。福永選手の、 まあ対等もあって。まあおそらく福永選手は、去年入ってきた時に、もう一年でもやらなかったらクビになる。そういうふうな意気込みで入ってきてる選手だと思います。だから、野球に対する取り組み方、真剣さとかも、やっぱ全然違うものを持ってると思ってます。別に高橋周平選手が練習してないとは思ってないですよ。思ってないですけど、結局、結果のプロ野球ね。結果のプロ野球になってしまうんで、 どっちに巻きをするって。誰が見ても福永でしょっていう。サードね。それぐらいの選手になったんですよ、福永選手がね。ほんでまあ、セカンド、来年、福永選手でやって、でサードもう一回開けますよっていうふうな状態になってますけど、まあそこに石川高江選手が入る。で、ファースト中田選手が入るっていうふうな、布陣を、まあ、組めれば、ドラゴンズは結構強力的なスタメンを組めるわけですよ。で、その中に石川高江選手に、やっぱ勝つ。勝たなあかんってなったら、 やっぱり、守備だけじゃやっぱ足らないんですよね。打力で、行ったら、普通にやればですよ。石川高江選手の方が、やっぱりホームランを持てる、長打持てるっていう風な、味方になってしまうじゃないですか。まあだから、石川選手に、打力で、勝つのは厳しいだろうな、と。いうところで。まあ僕は最終的には、まあサード、福永選手になってるとは、思ってるんですけどね。歌ってらうどうなるかわかんないですけれども。まあただ、 この13年間在籍した、まあ、中日ドラゴンズで、まあ、高橋周平選手っていうね、ええー、まあ、理想のバッター像、どうですか皆さん。3割ホームラン、20本、打点はまあ、最低でも70、80ぐらい打ってくれる選手になってくれるって、誰もが、ね、思ってたと思うんですけれども、結局そんなシーズンは一回もなかったわけですよ。まあ、だからやっぱり、このドラゴンズにいても、僕は高橋周平選手のためにならないんじゃないのかなと。 思いますし、やっぱこれ以上のね、やっぱ成績ってやっぱ望みなあると思います。だから、今年ね、この日本一になって、やっぱ高みを目指してる、レギュラーライスのもすれつな横浜 DNA に、まあその行けるタイミングがあるんやったら、まあ、この機会にね、まあ神奈川出身で地元でもあるじゃないですか。まあ愛着もあると思いますよ。地元に対してね。まあだからそこに行って、もう一回野球って何なん,なんやって。 自らが高校の時とかめちゃくちゃしごかれて練習してきたと思うんですよ。そういうのをもう一回横浜に行って覚悟を決めてレギュラー取るんやって。そういう気持ちでやってみるのが野球人の高橋周平としては一番いいベストな選択なんかなとは思ってます。歌っともらただですよ、今後のことを考えて別に野球はいいわと。 もう別に、まあ、ドラゴンズに持って、まあ2割5分、ホームランもね、まあ本3本打って、まあ1年間、まあ適度にあの試合に出れればいい。それぐらいの意気込みでしか、モチベーションを保てやるんのやったら、僕はドラゴンズで野球人生を終えた方が、まあ今後の仕事とかも繋がるんかなとは思ってます。まあほんまにね、この難しい決断であり、まあ本人もね、 もう30超えてきた年でしょってなってくると、もう勝負かけるのって、もうこのタイミングしかないと思うんですよ。再起を図るのって。まあ、おそらくドラゴンズに乗っても、もうこのまま変わらないと思います。でも、やっぱ持ってるものって、ま,あ、まだまだ完璧に発揮できてる選手なのかなっていうふうに思うと、まあ、このまま終わっていい選手なんかなっていう感じは、 する選手なんですよ。まあ今がもう本人の限界なんやったら、まあそれでしょうがないかもしれないですけど、まあなんかね、ドラゴンズでは、まあ13年間もって難しかったけど、まあここでね、一変もう一回勝負かけんねんて、目の色変えてやったんねんっていう、まあそういう気持ちを見せてもらって、まあ横浜でね、まあ横浜がわからないですけど、まあ他球団で活躍して、 まあ、タガッシュドラゴンズじゃなくて、他の球団行って、目の色変えて、やってよかったなっていう風に思われる選手に、僕はなってほしいなと思ってます。まあドラゴンズでも、まあ、やっぱりね、ミスタードラゴンズって言われるこの背番号3番をつけてきた選手ですから、まあ、もう一回やっぱりね、輝く姿っていうのを見たいなっていうのは、まあ、正直な本音ですね。歌ってほらまあどうなるのかわかんないですけど。 もう本人のためにも決断をするね時期っていうのはこのタイミングで来てるんちゃうんかなと思いますまあ高橋選手のねファンって、まあ、ドラゴンズの中でもめちゃくちゃやっぱ多いですけどほんまにこの選手がこの程度のレベルの成績でいいのかっていう話ですよほんまにその選手をやっぱ応援してる応援してる人やったらどこ行っても 成績残してくれたらそれででないですか、まあ、それはドラゴンズで、ね、成績残してくれたら一番いいかもしれないですけど、まあ、それがまあ現実的には難しいと、まあ、そういうところになってきてるわけじゃないですかこれはね本人がね決断するタイミングに来てますよ。